築地かって感じ。でもこの人築地の方なんですよ。あ、見たいですね。うん、築地のマグロ屋さんかなんかの。ね、いいですね。はい、30分。お勝負ですね。秋の対鈴木みのる。はい。でもある意味鈴木みのるが女の子と過ごすやつなんですよね。うん。あるんですかね、新聞仕事。ない。あ、なんかね、あるにはある。そう、なんかあるにはあるの。で、何人かやってらっしゃるみたいですね。あ、ミオとアジャはあるって言ってたみたいですね。アジャとミオと。わあ、そうです。それも。そう、ただアジャさんとの試合ともミオさんとの試合ともまたね、ちょっと佇まいというか関係性の違う試合になってる。後楽園かな。あ、そうですね。秋野さんがちっちゃく見える。ロー一発が重いんでしょうね。まあそれはそうですよ ね、 すね。しかも蹴るところ内ももって一番痛いところですからね。蹴った方が痛い。秋野選手、あの膝にも肘にも何もつけずに、うん、確かにすごいですね。はい。すごいですね、風格ある人、勢ぞろいで、そうですね、ギャランティーが高そう。高そう。まあ、影さんも高いんでしょ。医療放送。え、はい。うわー、いった、これ絶対痛い、これだけで。目首曲がってますよ。そう、また一個一個この決まり方がすごいですよね。はい。でもこれ緊張するとかいう次元を超えて、こんな経験はだってレスラーとしてね、一緒に一回あるかないかでしょう。はい。すごい。男子レスラーとしても、三冠も取ってるし、ノアの、ああそうですね。GHC も取ってるし、トップ中のトップの方ですからね。初めて鈴木さんが大津に出るときに、存在写真くださいとかそのしょうもないこととか言えなくてもどうしようかと思っちゃって、それってあれ文体の時ですか。一番最初は後楽園なんですけど、うん、初めて大津に上がってもらったのは大津、うん、のなんか10周年かなんかを記念したときに、うん、あじゃあ結構前なの。まあ結構前なんですけどね、はい、その時はまだ鈴木さんもこう事務所があったりとか、うん、その砂部君の事務所を通してとかいろいろ間に入ってくれる人がいっぱいいたんですけど、ここ近年はピンできますからね、うん、あ直のやり取り、直のやり取りで、そこのメールにね、鈴木みのるって言われて、まず開く前からドキドキしましたこのオーラの凄さ。へぇ、中村さんでもそうなんですね。ドキドキする。にこやかに話してる時でもちょっと威圧感ありますもんね、鈴木さんって。やっぱね、おーっていう感じで、にこやかに話してる。会場入りする車に乗ってる姿からさ、駐車券持っていくだけでビーちゃん。うわー、いったー。でも秋野さん負けてないですよね。いいですね、これ。よし。ちょっとカンドリさんっぽい。うん、皆さんこれ女性と男性ですからね。本当だ。はい。
はい、あの負けん気の強い秋野さんがこんだけ痛がってるのは珍しいです。そうですね。うわあ、秋野さんがちぎれる。試合時間5分経過、5分経過。あっという間に5分の経過。はい、わあ、珍しい。秋野さんがやられてる。そう、この関節で追い込まれて悲鳴を上げる秋野さん、本当に。はい。なかなか見ないというか、ここまで容赦なく攻めるのね、ミドルもプロですよね。そう、結局手抜いちゃっちゃ相手にもね、失礼だし、お客さんにも舐められちゃうし、これで受けてる以上は、ね、だって秋野さん言ってたじゃないですか、秋野さんが鈴木さんにオファー出したら、え、何それマジのやつって言ってたって。あ、言ってましたね。容赦してこれなんだ、ミドルは。なかなかエスケープ行かせてくれないっすね。なんか相手も重たいですからね、なかなか行けないんですよね。ロープにも行けないだろう。わー、だいどんな体勢になっても決めてくるんですね。あれ、これヒールホールド入っちゃったヒールホールド、ね、アキレスから膝十字、膝十字ですね、今。あ、そっか、痛い。本当そうですよね。から今日の練習、秋野さんボロボロだったの。まだボロボロなんですか。至る所でテーピングとかグルグル巻きして。そう。はい。ゆっこママ？そうですね。今日来ていらっしゃいますね。容赦なく足を攻めてきますね。しかし。デスクローです。男子の木ぐらい選手が多いじゃないですか。はいはい、あ、女子プロの選手を出されるという中でもこんだけ受け付けちゃうっていう、ブランド技の選手って木ぐらい選手が多いので、これだけ注目を集めるっていうのはやっぱりすごいですね。まあ、あのブランドもあるんでしょうし、あとあれでしょうね、やっぱりあの面白い試合をしてくださるってことで。これは聞いた感じで、ようやくです、ようやくです。こんな何気ないことも必死になっちゃうよ。お、かわして丸めてもう一回カウントワンツーで決まらない。ちゃんと勝ちに行きますね。完全に見入っちゃった。
ますけど、はい、すいません、すっごい見入っちゃいましたわあ。ここで折れない秋野さんがすごいですよね。ねえ、うん、多分、ね、僕だったら家帰ってますもん、本当に。家帰ってますよ。帰そうで。向かい合ってるだけで怖い人がなかなかいないじゃないですか。10分経過、10分経過。入りましたね、ハイキック。まだ倒せないですね。自分の裏はまだ倒せない。まだまだ余力ありますもんね。男子のですね、何を聞いてるかが分かんないから困る。うわ、いった。おお。アルカエス。ああ。シュタイナーは高い。られてかかって。これはあーやばい、ああやばい、ドライバー、あきらさんが膝で抑えてスリーカウントと11分19秒勝者鈴木みのる。まあ遠慮なくフィニッシュホールドでしたね。すごい、ゴッチ式パイルからの体固めで鈴木みのる選手の出させたんだから、そうですね、はい、すごい。何分結構やってたよね、10分ぐらいやってた今。あ、いや、10分はやっていたと思いますよ。すごいね。まあまだまだ余裕が、11分19秒ですね。大したもんですよ。はい、鈴木みのる選手の勝利でございます。わあ。ほっとしたっていうのが正直じゃないのこれ。うん、そうですね、もうね、無事に終わった無事かどうか知らないですけどこれ。カゲツ対鈴木みのるも見たいですね。あ、え、どうすか、例えばミッション3あたりで、ミッション3って鈴木選手とやってくださいって言わ、結構このミッションお前にはちょっと荷が重すぎたなもうちょっと修行してきなさい。まだまだお前キャリア何年だ、たかだか18年のクソガキじゃねえかよおい、もっと練習積んで、あ、もっと修羅場くぐって、そしたらもう一回俺とか、その時はもっと本気で勝負してやる。あ、違う、受けない。そういうとこが秋野先生ですよ。うん、